大会に先立ちまして1年前の本日3月11日東日本にて発生をいたしました未曾有の大震災、東日本大震災にて被災をされました皆様に心からのお見舞いを申し上げますとともに、犠牲となられお亡くなりになられました皆様の哀悼の意を表し、ここでご来場をいただきました皆様とともに黙祷を捧げたいと思います。皆様ご協力お願いいたします。ご冥福をお祈りいたしまして黙祷。お直りくださいませ。ありがとうございました。それでは開会に先立ちまして開会宣言を楠木カントリーマラソン実行委員長川崎運ぶ大会副会長より申し上げます。ただいまより第8回楠木カントリーマラソンを開会いたします。それではここで主催者を代表いたしまして宇部市長久保田公子大会会長よりご挨拶を申し上げます。皆様おはようございます。本日は宇部市選手校90周年を記念しての第8回楠木カントリーマラソン、このように全国各地から多くの皆様をお迎えして盛大に開催できますことを大変喜ばしく心からの歓迎を申し上げます。緑と花と彫刻の町宇部にようこそお越しくださいました。そしてまたこの第8回大会は先ほど案内もありましたように3.11 忘れません、東日本大震災ということを大会のスローガンといたしまして開催をいたします。未曾有の大災害大震災の中で被災地の復興はまだまだ長い時間がかかります。一日も早い復興への思い、そして被災者へ心を一つにする、そのような願いを込めてこの本日の大会を進めさせていただきたいと思っております。宇部市におきましては震災直後、産業界の皆様、自治会の皆様、市議会の皆様と一緒に東日本大震災復興支援のための市民共同会議プロジェクトチームとして復興支援宇部を立ち上げまして、職員の継続的な派遣、また被災者の受け入れ、またボランティアバスを派遣、また被災地の子どもたちの受け入れとさまざまな活動をしてきたところでございます。本日は会場にそのいろいろこれまで取り組んできた内容をパネルで展示もさせていただいております。この活動はこれからもずっと続けていきたいと思っておりますので、引き続きの皆様のご協力をお願い申し上げたいと思います。そして今日の大会のコースは皆さんもよくご承知だと思いますが、本市が誇るこの美しい自然のあふれた楠の木、そして小野湖畔とずっと広がってまいります。皆様がそれぞれいろんな思いで走り抜けられると思いますが、ぜひこの豊かな自然を満喫していただきたいと思います。自己記録の更新、また健康づくり、そして被災者の皆様との心を一つにすると、ぜひそのような思いを込めて全力で駆け抜けていただきたい、またゆっくり歩いていただきたいと、そのように願っております。そして走り終わったらここでぜひお願いをしたいと思います。まずはその疲れた体を癒していただく木漏れ日の里、こちらの、クスクスの湯の方でしっかりお湯に浸っていただきたい。そしてまたこの地域の
新鮮な農産物たくさん並んでおります。ご堪能いただければと。そしてさらに、今回は岩手県の方からの磯ラーメンも出店をされているということをお聞きしておりますので、おいしいそういった食にも舌鼓を打って元気になっていただきたい、健康づくりをしていただきたいと、そのように思っております。それからもう一つ、宇部市は国内外でも最大規模の野外彫刻の町でございます。この大会に合わせて、こちらの、会場の横の方に、市内に設置しておりましたが、この大会に向けて宇部の風という彫刻装置、宇部の風という彫刻を設置いたしました。そしてふれあいセンターの中には彫刻の展示もしております。日本で最初に彫刻を街に飾る運動を始めました。それは青少年の健全育成、豊かな心を育むということが目的の一つにありました。ぜひ、走り終えた後、またお腹も満たした後、そちらの方も見て、今度は心も少し芸術に触れていただきたいと、そのように願っております。今日は本当にお天気もちょうどいい絶好のマラソン日和だと、そのように思っております。全国各地の皆さん、ぜひ全力でご検討いただきたいと思います。そしてこの宇部で出会ったさまざまなこともまた思い出として持って帰っていただきたいと思っております。そしてもし今日飛行機でお越しの方もいらっしゃいます、宇部空港にお帰りの際には、その手前10分ほどのところに常盤公園がございます。こちらも全国有数の桜の名所、東京ドーム40個分の公園でございます。その半分は湖ですので、ぜひお帰りにはそちらも足を運んでいただきたいし、また今日の出会いをまた次の機会にもつなげていただきますように、また宇部を訪れていただきますようによろしくお願い申し上げたいと思います。それでは本当に今日のこの大会に皆様がご検討されますように、そして改めまして多くの ご協力協賛をいただきまして、またボランティアの皆様に感謝を申し上げます。それではどうぞよろしくお願い申し上げます。ここでご祝辞を頂戴いたします。大会顧問でいらっしゃいます宇部市議会議長杉山隆治様、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。本日は全国各地よりマラソン愛好家の皆さん方をお迎えいたしまして、第8回クソノキカントリーマラソンがこのように盛大に開催されますこと、心からお喜び申し上げますとともに、全国各地からお集まりいただきました参加者の皆さん、心から歓迎申し上げます。また本大会開催にあたりまして、ご尽力いただいております実行委員会並びに関係者の皆様方、大変ご苦労様でございます。敬意を表しますとともに感謝申し上げます。今日3月11日はちょうど1年前未曾有の東北大震災が発生した日であります。被害の様子、あるいは復旧復興の経緯を見るにつけ、一刻も早く正常な状態に戻ることを願うばかりでございます。昨年のこの本大会は震災直後であったにもかかわらず、皆さん方の応援ランの気持ちを含めて、たくさんの皆さん方にご参加いただきました。そして現募金にもご協力いただきありがとうございます。この大会、先ほど話ありましたように、被災地への応援を込めて 3.11 忘れません東北大震災、これをスローガンに掲げております。これから皆さん方ランをされるわけでございますが、春めいた季節の中、被災地を応援するこの気持ちを込めて、皆さん方の日頃の成果を十分に発揮され、自分の目標に向かってチャレンジしていただくことを願っております。また大会終了後は疲れを癒すために温泉施設、レストラン等もあります楠木木漏れ日の里で疲れを癒していただき、さらに
地域の皆さん方と交流を深めて思い出深い大会となるように願っております。終わりになりますが、参加者皆さん方のご健闘をお祈りいたしまして、激励と応援のご挨拶といたします。頑張ってください。ありがとうございました。ここで本日特別協賛をいただいておりますご来賓の方々をご紹介させていただきます。宇部マテリアルズ株式会社取締役社長阿部健一様、陽気産業株式会社代表取締役柴川陽子様、以上の皆様でございます。ありがとうございました。続きまして、本大会にお越しいただきましたゲストランナーをご紹介させていただきます。中国電力陸上競技部油谷茂選手です。どうぞお進みください。山口県長門市のご出身でいらっしゃいますが、アテネオリンピック5位、世界陸上5位など大変ご活躍でいらっしゃいます。それではどうぞ皆様に一言よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。今ただいまご紹介をいただきました、中国電力陸上競技部、もう選手じゃなくてコーチなんですけれども、コーチの油谷です。本日は心配されていた天気も、大丈夫ですし、暖かいし風もないので絶好の、ランニング日和じゃないかと思います。若干花粉症の方は、ちょっと厳しいかもしれませんけれども、私も、現役を引退しまして、3ヶ月で、ちょっとあまり練習もしていませんので、今日2キロ小学生の部と、10キロの部走りますけれども、お手柔らかにお願いします。今日は、僕も、久しぶりに、健康ジョックぐらいは今してるんですけれども、こうやって大会を走るっていうのは久しぶりですので、若干緊張しているところもありますけれども、今自分がどれだけ走れるのだろうかなと思いつつ、楽しみながら、走りたいと思いますので、今日一日どうかよろしくお願いします。どうもありがとうございました。10キロと2キロの部に出場していただきます。よろしくお願いいたします。続きまして、本大会の主催者をここでご紹介させていただきます。大会会長宇部市長久保田紀美子、大会副会長クスノキカントリーマラソン実行委員長宇部市陸上競技会会長川崎運、大会副会長クスノキ村づくり株式会社代表取締役竹並博之、大会副会長財団法人宇部市体育協会会長、社団法人宇部観光コンベンション協会会長伊藤隆、大会副会長宇部商工会議所会頭千葉康久、大会副会長クスノキ商工会会長下井博美、大会顧問宇部市市議会議長杉山貴春、大会顧問宇部市教育委員会教育長白石千代、大会参与宇部市陸上競技協会顧問中尾正和、大会参与株式会社宇部日報社代表取締役社長脇和也、以上でございます。続きまして、選手宣誓です。選手の皆様を代表していただき、本日の日付にちなみ10キロの部ゼッケンナンバー2311川崎正則さん、お願いいたします。
我々選手主導は東日本大震災で被災された方々に元気を届けるため、このクスノキの試合の中を最後まで完走完歩することを誓います。平成24年3月11日選手代表10キロの部ゼッケン番号311番川崎正則。力強く宣誓をしていただきました。ありがとうございました。頑張ってください。それでは閉会の言葉、川崎運ぶ大会副会長お願いいたします。以上で第8回クスノキカントリーマラソンの開会式を終わります。皆様ありがとうございました。
並べて。はい、真ん中並べて。
くウォーキングの部のスタートです。スターターは宇部市市議会議長杉山貴春大会顧問です。母ちゃん、あ、母ちゃん、最後ここに行きます。母ちゃん、私の後ろに、ほら、バスが発車いたします。その後17時まで30分